何も触らない時間を作れって言ってました、言ってました。それが、まあ、いわゆるリアをブレーキ離してリアを させてあげて曲げてあげてる、その状態が、これは理想旋回姿勢。理想旋回姿勢、結局アクセルかブレーキか踏んでる時っていうのは車の姿勢としては止めながら曲がるのか加速しながら曲がるのかっていうところになっちゃうんだけど、これがステアリングを切ってるだけとかちょっとエンジンブレーキかかってるだけぐらいのちょい減速ぐらいの、あとペダルで何も車に曲がれっていう指示出してるのを邪魔しないペダルで、ブレーキを触ってる限りは必ず慣性モーメントは外に行く。車を曲がろうとしてることを運転手が邪魔してしまうっていう状況になるわけ。